こんにちは。相手チームには、白龍がいます。バフ英雄を入れないです。サルタナが、ミニオンを受け取ることができないがあるんですけれども、ハートの女王を入れています。はい、行きます。赤多いですね。とりあえず盾さん行ってみましょうか。白龍倒せそう。どっちに消すか、こっち行きましょうか。はい、エミリーを使って右の赤を近づけていきたい。まあとりあえずなんとか右の赤の形を変えたいな。さらに赤を3つ消しまして、それではマナの溜まってきているサルタナに対して方変ワーフを当てて、赤3玉空打ちしてから、緑ダイヤ作りましょうか。はい、エミリーを使って、雲を貼り付けてでもってハートの女王を使い、3まで溜まったんでブーストかけて、やはり緑ダイヤ作りましょうか。できるだけ空打ちをしたい。ここ行きましょうか。ボルドタスクを泳がすために空打ちがしたいけどできないんでしゃあないんで、これ行きましょうか。倒してからだったら赤、空打ちになったんですけどね。では、方変ワーフ使って。はい、ありがとうございました。初期盤面で赤の数多すぎましたね。白龍とかを見れなくて残念でした。はい、ありがとうございました。